2024年10月28日でございます。本日のおすすめ書籍はこちらでございます。里見蘭先生の人質の法廷でございます。まあ、内容としましては、弁護士が主人公、弁護士視点で、無実の罪を,を重ねてし、と思われる。まあ、俗に言う、 被疑者なんですけど、まあ実際メディアとかあったら容疑者っていう言葉が作られてて、えー、推定無罪だったりとか、まあ推定有罪だったりとか、まあ検察と裁判官と、あー検察、警察、弁護士、裁判官で、えー、被疑者だったりとか、ね、<laughs> えー、被害者の家族とか、そ,そうやっていろんなこの人の中の模様があって、まあ法律っていうのはやっぱ全てだなっていう風に思いますし、今後、やっぱり、 今ってこう誰しもが加害者にもなる可能性があるし誰しもが被害者になる可能性がある世の中になってきていると思うんですよ特にこの男女関係だったりとかそのパワハラ問題にしてもいろんな問題にしてもじゃあその時に何が自分を守ってくれるかっていうことってやっぱりまあ法律を知っていくっていうこともそうですし一度ですね是非 えー、裁判のねあの、傍聴しに行くと、まあ、平日しかやってないんで、なかなかそう見に行く機会がなかったりすると思うんですけど、裁判の傍聴をすると、まあ、実際、民事にしろ、まあ、今回の刑事裁判になるんですけど、何が正しくて、何が間違ってるかなんて分かんないし、正直、本当の本当に間違ってるかもしれないですけど、両方ですよ、だから被告側、原告側でそれぞれ聞かないと、 本当の本当に何かってのはわからないし、法に則っ,ってどっちが正しいですかって時も、冤罪でねもうもあ、この人が悪いっていう風になった時に、いろんな証拠があった時に、この人が悪いっていう前提で、こう、こう結びつけていくっていうのがありますよね。証拠があって、この人じゃ,じじゃなくて、この人だっていう風に決めてから、いろんな証拠をこう結びつけていくみたいなとか、そういうのがあったりとかしてて、 なんかねこうよ読み終わった時に自分もこう前の会社の時にこう、まあ、言ったらあ今にして思えばした不同意性不同意わいせが出る前の話で、まあ、言ったら僕に言わせればですよこれ僕してになっちゃうんですけど本当だったら向こう側も聞かないといけないんですけど、まあ、言ったら学級裁判レベルのねあ話で同意って何なん,なんみたいな。だから本当に 正しいことを求めてるんじゃなくて、自分たちの都合、自分にいいよ、会社にいいよ、学校にいいよ、だからいじめの隠蔽とかもそうですよね。いじめはありますっていうふうにしてれば、ああ、いじめはありましたっていうふうに言えますし。 その会社の中で都合が悪いことが真実だとして、まあ真実と事実ってそれぞれあると思うんですけど、その会社だったりとか、まあいろんなことに対して、それが自分たちの思うのに都合が悪いことだったら、それじゃ困るわけですよね。いじめはあっちゃいけないから、いじめようはなかったですってするとか、まあパワハラとかあっちゃいけないから、なかったですっていうふうにするとか、で、突き詰めていくと、その認識の違いとか、こういうふうになって、 違いましたとかそういういいに突き詰めていくんでなんでなかその時にじゃあ自分って何に守られるのかなとかでその後にもし、えーまあ、この小説の中とかでも、まあ、いろんなことでもそうですし最近著名な方とかも、まあ、不起訴になったりとか不起訴になってこうその後とで、まあ、いろんな人生生まれてるっていうのはあると思うんですけどまあ今後ね本当とに、まあ、これを読んで、うん、どういうふうに感じるかって人それぞれだと思いますし。 でも自分の身に置き換えて考えてみるとこんなに恐ろしいことはないなっていうふうに思いますしなんで何もしてない側が、まあ、疑われるようなことをしてるのが悪いじゃんっていうふうに思われるとか、まあ、いろんなのはあるんですけど疑われた側が無罪だっていうことを証明しないといけないっていうのがあって、まあ、今回の話で言ったら、まあ、検察側がこの人は犯人ですっていう証拠を集めて起訴するわけですよね。で 弁護側は、その、無罪だってのを証明しないんですよね、基本的には。考え方としては。無罪であることを証明しないで、相手が有罪だっていうことを否定するんですよ。無罪を主張する必要はないんですよ。でも実際、だからまあ、黙秘しますって言って、黙秘して、何も喋らないで、まあ検、検察、がこう話をして、その、有罪のところの資料が足りないんじゃないか。本当にこの人が100%は、は、あ、加害者、被害者。 被疑者だっていうふうに言えるかっていうところで、絶対じゃないって言ったら無罪になるみたいな刑事の場合なんですけど。でも今のこの世の中で言った、例えば何も答えないんだったら、罪を認めたことになるよね、だったりとか、こういうことだよねって圧をかけて言わせるとか、誘導尋問でこう持っていくとか、今までこういう経歴とかこういうのがあったりとかしてるから、こういう思考があるとか、こういう趣味があるとか、こういう考えがあるとか。 それと性的思考があるとかそういうので、この人はこういう人物像だからこういうことやりかねないぞ。やっただろっていうふうにね。だからそ,それでやったやってないとかのところもお前の普段の生活とか考え方がこうだからやそういうふうに疑われるお前が悪いんだぞとかですね。まあそれも同活かとか、そう、言わないといけないようにしてるとかですね。なんかそういうふうになっていくと、 うーん、なんか世の中ってこう、そういう風にちょっとずつ変わってきて、じゃあ、どうすればいいかっていう風になると、もう何も興味を持たずに、何もせずにん、何も関心も持たずに、うん、する。だけどトラブルには巻き込まれることがあるし、でもそ,そのトラブルに巻き込まれた時に、自分は悪くないっていうことを、ものすごい努力をかけて証明しないといけないですよ。本来であれば、自分が悪くないって、さっき言ったみたいに自分が悪くないってことを証明しなくていいんですよ。 相手が言ってきたことを否定すればいいわけです。自分が犯人じゃなければですよ。冤罪の場合であればですよ。それを否定しないといけないけど、でも実際の今までのこの日本での構築の仕方だったりとか、まあ、それ裁判員裁判制度とかもすごく問題だっていうふうに言われてて、地方裁判所だったら裁判員裁判制度が導入されるけど、それで有、えー、罪になった場合は、えー、控訴して、控訴、こう 高訴、ね、上告だったと思うんですけどでも高等裁判所とかになるとその裁判員裁判制度は導入されないからだから逆転が出てくるみたいなその感情で訴えかけるみたいなその法律に対してどうこうじゃなくて裁判員裁判でに見にの制度をできてる感情のところでなるみたいなこれ本当にもうほんと是非ね あの、裁判の傍聴をしてもらえば分かると思うんですけど、なんかこう感情で揺さぶられん、この人悪いよねっていう話、あれこの人悪くないんじゃないかなって話をして、一方側から聞いてると、その反証で来たときに、いやめっちゃ悪いじゃん、この人、ええー、みたいなことなんて全然ありますからね。この話とはちょっと変わるんですけど、あのですね、 離婚の話で、ちょっとこの話はずれますけど、離婚で、ね、最初、調停があって、朝廷でも結論が出なかったら裁判になるっていう風になってて、だから離婚、調停で離婚、まあこれ民事の場合になるんですけど、でえーまあ、別れたい側が、えー、原告、別れたくない側がひ、えー、被告って形になると思うんですけど、その時きに、まあ、原告と被告ですよね。でその時に、まあその 別れたくない側。まあ、子供の親権だったりとかを守りたいと。一緒に家庭を築いていきたいなんでそんなこと言うんだと。取り消してくれ。ああ、めちゃくちゃ熱い気持ちがあるじゃないかと。え、何が悪いんだこれはっていうふうになると、ものすごい DV を受けましたと。<laughs> DV を受けてひどいって。だからもう一緒にいられません。っていうのになって、あれと思って、なんかその、 一方だけの話聞いてたら、あれ、これってなん、えー、あっちが悪いんじゃないのだけど、違う側の言い分を聞くと、あれ、こっちが悪いんじゃないのじゃあ、どっちをどう取るのっていうふうになる。民事だったら、その、例えば、基本的なお金なんで100万円の,の損害賠償金とかだったりを出して、例えばさ、50とか30とかで、こう、 間を取り持っていくっていうのはあるんですけど、刑事の場合は基本的に無罪か有罪ですよね。まあ、それで自分がやってて犯人の場合だったらこ、この執行猶予をつけるとか、現、現その、刑期を短くするとか、そういうところが想定になるとか、あとは精神装出、精神耗弱で、えー、無罪にするとかってあって、まあ、もうちょっと細かいところまで検察の休憩よりも基本的に短いですよね、刑期 ってのは、まあ、最高圏の場合とは最高圏に,に,になったりとかあるんですけど、例えば長期10年だったのが7年8年みたいなってことはありますよね。逆はあんまないですよね。長期5年なのが7年8年に上がると。まあ、そんなのもいろいろあるんですけど。だからね、本当になんかこの世の中って言われたもん、言ったもん勝ちみたいなのが、あ、間違ってましたとか、自分のお気持ち次第で、例えばいじめられてたにしても、 あれはいじめじゃないよねなあみたいなとかで圧かけて、あの時いじめじゃないって言ったよねとか。だから自白は証拠の収まって言ってましたけど、それが教養とか脅迫とか誘導とかで言ったから、これで終わりだなとか、学校とかのあの、何ですか、学校でクラスでいじめとかがあった時に、ま、教室の前に来て、お互い握手して、さあなかな俺したよかったねとか、あんなやばいっすよね。ほんとそう考えていくと。 まあね、これ、まあ、実際読むと1ヶ月ぐらいかかると思うんですけどまあ是非読んでもらって、まあ、自分だったらどうするかなっていうようなところまでね感情移入しながら読めるしうん本来であれば検察側なんか弁護士側って結構ストーリーにしやすいらしくて今日覆えるからですよだ検察側を,をベースにしてることの方が結構珍しいらしくてなんか僕らの世代やったらヒーローの木村拓哉さんの方が だって本来であれば正義を目指すんであれば検察になるみたいな。で、弁護士と検察は絶対対立しますて裁判官を目指すってのもなかなかなくて、1K のカラスですかねが結構有名なのかなと思うんですけど、まあぜひね、あのー、めちゃくちゃ長いんですけど、多分読書をそんなにされてない方とか、裁判とかそういうの興味ない方とかは、まあ1ヶ月ぐらいかかるかなと思うんですけど、ぜひね、あの、おすすめの書籍なので。 えー、気が向いたというかちょっとょチャレンジしてみたいなって方には、えー、ぜひね読んでみてくださいおつめでございます。